旦那とガイアは似てるのに仲があまり良くないみたいだな。ガイアは正々堂々とインチキな小細工をするだろ。ディルックの旦那は裏で正々堂々と戦うだろ。似てるよな。オイラの最高の仲間来たんだな。何か興味のある話題はあるか？一緒に話そうぜ。猫と犬、お前はどっちが好きだ？うわぁ、それ反則だぞ。おや、違う！おいらはペットじゃない！おいらの最高の仲間来たんだな。何か興味のある話題はあるか？一緒に話そうぜ。今すぐ美味しいものが食べたい。でも買いに行くのは面倒だ。おう、いいぞ。スーパーパイモン旋風。オイラの最高の仲間、何か興味のある話題はあるか？お前、新しいものを覚えるスピードが本当に速いよな。こんな短期間でテイワットの言語を覚えるなんて。ひひひ。オイラの最高、何か興味。ナナって血を吸うのかな。じゃあ腕が急に落ちたり。さすが旅人、いろいろ知ってるんだな。じゃあさ、キョンシーは何するんだ。なるほどな。じゃあ体操するやつはみんなキョンシーだ。オイラの最高の何か今日なあ、知ってるか？敵化臭の敵の葉っぱは紙の材料らしいぞ。敵の枝で筆や笛を作ることもできるから、リーユへの風流を感じられる植物だよな。幾千年の間、たくさんの侠客と剣士がこの雅な場所を選んで対決してきたらしいぞ。敵化が多いほど風流だって言われてるけど、一番数が多い場所は水が深かったりするから。だから決闘の最後、足を滑らせて溺死した運の悪いやつも喧嘩はしないってことだな。